長官。何？ちょっと駅まで送ってくれへん。無理。え？無理。ええ、送って。ごめん、無理。テレビ見てるだけやろ、今。ちょっと、ケンとリュウキと約束してるから。ちょっと、送ってて。無理ってなんで？え、なんで？なんかあんの？この後。なんもない。いや、なんもないんやったらええやん。いやいや、なんもないけど送っていきたくないけん、無理って言うとた。何を送って行きたくないって。自転車で行くか。いやや、チャリ。ええ、さっと行くだけやん。無理って。何の無理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 って。何もないんやろ。何かあんやったらあれやけど。何？何もなかったら、ねえ、絶対あんたの送り迎えせないかんと。何もない日に、頼み事断ったらいかんと。ね、いかんってそういう言い方じゃないやん。じゃあ分かった、何か作ろうかな、予定は。いやいや、いいよ、無理して作らんで。よか、誰かと何かランチでも行こうか。いや、もうさっと行くだけやん。じゃあランチ行く前に送ってやる。ごめん、予定やった。お母さん今見たいドラマ見よるけん、再放送の。いや、もうええ、再放送やったらええ。これ何回見てんの、しかも。関係ないじゃん。やって見るもんないから見てるやろ、絶対。いや、真剣に見よる、もう一回。見てへんやろ、絶対。ごめん。いや、ちょっと送ってって、そんな。約束してんよね、俺。破ることになるから、約束。破るったやん。そりゃ約束。何のそこなの、約束って。そりゃ一緒に遊び行こうって言った約束ぐらい。破ったっちゃよか？許可する、お母さんが。おかしいから、そんな。友達との約束破るって。なあ、約束した時行けよ、自分で。ちぇ、送ってって言ってんやん。自転車もあったか、バスもあった。いや、バス嫌や、お金かかるし。なんや、で、チャリは？チャリ嫌や、バス嫌や。いや、雨降るかもしれんし。雨降りません。分からんで、そんな。天気予報見ました、今日。朝から見ました、雨降りません。はい、雨降りません、自転車行けますね。あんた言ったっけね、今雨降るかもしれんって。雨は降りません。急に降るかもしれんよ。曇りだけど降りません。曇りやと降る可能性あるやんか。ああ、じゃあ降ったらお母さん迎え来てやる。それでよかね。雨が降ったら迎え来てやる。その代わり雨が降らんかったら帰りも自転車で帰っていこう。それでよかない？いやもう、そんな。いや、このやりとりがなんか無駄やな。ならチャリで行けよ、このやりとりが無駄なら。お母さんは最初からこのやりとりが無駄だと思っとる？なんで自分で遊びの約束して、お母さんに乗せていってて。それはあんたが日頃の行いをちゃんとしとってね、お母さんの言うことも聞いとるならね、うん、分かった、どこまでって言うとったかもしれん。バッテン、お母さん今イライラしてます。なんでイライラしてんのって。うん、だけどなんでイライラしてんのって、お母さんをイライラさせてる原因すら分かってないんでしょ。だからもう無理ですって。いや、送ってって、別にそれぐらいええやん。減るもんちゃうねんし。いや、ガソリン代減る。あんたが言ったようにバス代もったいないと一緒で、お母さんであんたが送っていったらガソリン代もったいない。調べてやろうかね。バス何時に出てるか調べてやろうか。どこまで行くと教えて。ええって。ね、自分の携帯で調べきらんの。お母さんが調べてやるよ。そこまではしてやる。ほんと赤ちゃんか。で、その機嫌悪いね。何が機嫌悪いって。何でもかんでも頼んだらお母さんがすると思うなって言ってた。お母さんはね、あんたのね、タクシーじゃありません。言いたいやん、そうやって。分かっとんなら頼んでくんなよ。じゃあもう、タクシーで行きたいじゃん。なんでタクシーで行くの。めっちゃ高いやん、そんな。はい。でもお母さんに今日頼むならもっと高いよ。じゃあお母さん乗せて行ってやってもいいけど、今月お小遣いやらんけん。やばいぞ。バテン、分かっとるぞ。もう何年一緒におると、ね、お母さんがこの態度になった時にね、意見を曲げたことありますか？中でしょうか？もうあんたはね、早めにね、友達に連絡して、今日やっぱり遊び行けんくなったって言うのか、自転車で
ダッシュで行くのか、バスで、ね、お金はかかるけど、バスで行くのか、それしか選択肢はなか。お母さん、何の用事がなくても、送っていかんって言ったときは送っていかんとだけ。分かっとんとか。じゃあどうやったらいい？どうやってもダメ？その何や、どうやったらいいって。じゃあ交渉。何の交渉？どうしたらいい？無理。どうやって送ってくれてる？送らん。ちゃんと理由があんやったらいいけどさ、だるいってだけで行くんやんとか、なんなんすか。いやいや、だるい県行きたくないんじゃなかって、なんであんたの言うことばっか聞かなんとかって言うと。いや別にそんなんさ、そんなんさって毎回毎回じゃないやん。そうよ、いやだけどお母さんも言うだろ、あんたの日頃の行いがよかんなら別に、うん分かった、どこまでって言うとったって。いやよくするからじゃ、日頃の行い。もうダメ、あんたはもうそうやって頼む時ばっかりね、次からちゃんとする、次からちゃんとするって、下とこ見たことなかったあんたの。いやちゃんと見てないよ、寄ってるし。うん、じゃあごめん、見えとらんかった。じゃあ見えるようにやってみて。じゃあ今日お母さんこういう態度だけ絶対乗せていかんたい、わかるたい、もう自分で自転車で行きますとか言って行ってみて。そしたら、ああ成長したね、ヒロちゃんって褒めてやる。いやもうこれ座ってるからやろ、もう。いや関係ない、別にすぐ起き上がれるよ、全然。あんたを送りたくないだけ。お兄ちゃんが今からどこか乗せていって言うなら、うん分かったって言うかもしれん。俺だけ。いやもう頼むって、もうしんどいわこのやりとり、めんどくさい、ちょ頼むって。なんかやるわ、じゃあ。うるさいね。なんかやるから。見寄りって寄るとこはさ、うるさい。ちょ、お前頼むってな、これいいから。何頼むって、こんなでもみんなって言ったら別に人の勝手だ。もういや待たしてるって。待たせるって待たせるわ、ほんま立ち上がってて。無理よ、お母さん言うとくけど。ほらあんたの方がめんどくさい。次は何でもかんでも粘ったらいけると思っとっと。ねえお母さん、粘って一回でも折れたことあるないでしょ。じゃあ今回だけは行こう、チャリで。うん、今回だけもこれからも行って。ほんまにあかんねんな。